シャウエンシュタインは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、オーバー・フランケン行政管区、法フ軍に属する市で、本市とロイポルツグリントで形成される、シャウエンシュタイン行政共同体の本部所在地である。シャウエンシュタインは、フランケンバルト自然公園の東端に位置する。主要地区のシャウエンシュタインは、ゼルビッツ川の東側に位置しており、ホルマンスグリュン地区、 ウシェルツグリン地区をゼルビッツ側が流れる。本市は公式には18の地区からなる。このうち孤立農場などを除く集落を以下に列記する。シャウエンシュタイン DP ラーゲリの人々。シャウエンシュタインは1230年に初めて文献に現れる。1291年にシャウエンシュタイン丘陵は騎士のボウフシュトリーゲルの所領となった。 1386年シャウエンシュタインはニュルンベルク城博に売却された。1792年からこの地に設けられたプロイセン王国のバイロイト公領のオーバーアームとは、1807年のティルジットの和訳により、フランスの管理下に置かれ、1810年バイエルン王国領となった。バイエルン王国の行政改革に伴う自治体例により1818 18年に、 現在の自治体が形成された。1945年の第二次世界大戦終了後、シャウエンシュタインはアメリカ合衆国の管理地域となった。アメリカの軍管理部はディスプレイスドパーソンズと呼ばれるユダヤ人を管理するため DP ラーゲリと呼ばれる保護施設を整備した。この施設は連合国救済復興機関の管轄下に置かれた。ナチス親衛隊の意思要税不免レも 一時期、シャウエンシュタインに身を隠していた。ゼルビッツタールの風景、ウォッチンド、ユングフラウや、シュラーフェンダー・リエセと名付けられた岩の造形は、シャウエンシュタインの印象的な自然景観である。ありがとうございます。